切れかけみたいな、ちょっと誰か貸してもらえたりしませんか。助けてください。Thank you.
改めまして、キートークです。よろしくお願いします。やはなそっかな。どうしよう、じゃあ。半年前ぐらいに、なんか喋れと言われたんで考えてたんですけど、思いつかなくて、半年前ぐらいにやったことを、SU のライブでは話したんですけど、また話そうかなと思います。なんか病んでた時期があって、半年前ぐらいにまだ実家住んでる時に病んでた時があって、でなんかもうなんか死にたいみたいな、死にたいみたいなんで、最寄り駅からなんかそんなこと考えながら帰ってる時に、そういうこと考えてる時ってタバコが進んで、バコバコ吸いながら歩いて帰ってたんですけど、歩いてたんですけど、なんか死にたいみたいなマイナスなこと思ってる時に、ちょうど前から絶世の美女が歩いてきて、あっつみたいな、夜中2時、夜中1時か1時ぐらいに、もうみたいな、可愛いみたいな人歩いてきて、もうなんかしかも夜中1時、なんかありそうじゃないですか、なんかイベントみたいな、なんとかナイトイベントみたいな、が熱って思って、でラッキーって思いながら、うわ人生しんどいけどなんかいいことあるなみたいないいことあるなみたいなんで、パッて横なんか喋りかけてもらえるかなとか思って横通ったら、死ねヤニカスって大きな声で辛いですね、しかもそれは SU のライブで話して、親にライブ映像見られて、この話を見られて、でなぜか最初の死にたいっていう部分だけ切り取られて家族会議になってそんな家族内で切り抜きみたいなことするんやみたいな、とんでもないですね。嫌なことがあったら、嫌なことがあったら踊って忘れましょう。ありがとうございました。キートークでした。
の